コントロールは苦手で、やりすぎちゃったらごめんね。思いっきり魔力を集中させて、いくよ、エーテルブラスト。え、かわいいポーズだねって？実は私もお気に入りなんだ。魔法栄翔に必要な動作でね。こうしたら集中できるの。あなたとの冒険はいつだってワクワクがいっぱい。さあ次はどこへ行こっか。その道は絶対空に続いてるから。魔法は便利で強力な力だけど、私の一番の武器は団員との絆。これからもあなたのこと頼りにさせてもらうからね。あなたがそばにいてくれたら、誰が相手でも負ける気がしない。見てて、この新たな力で私たちの道を切り開いてみせる。あなたやビカラちゃんたちと空を思いっきり冒険できたら、きっと楽しいだろうな。よし、気空団活動頑張ろっと。ジョブチェンジしたら衣装も変わるけど、あなたはどの服が好きかな？全部好き。なんだか少し照れるかも。剣に拳、そして魔法。気づけばいろんな戦い方ができるようになっちゃった。どんどん私を頼っていいからね。魔法使いって結構いろんな依頼で重宝されるんだ。おかげで気空艇のための貯金がいいペースで溜まってるよ。陰キャとか陽キャとかよくわからないけど、どっちのビカラちゃんも大好き。あなたもそうだよね。どうしよう、これ無視しちゃってもいいのかな。でもやっぱりちゃんと応じた方が。そうそう、新しいアルバイトを探してたんだ。気空団を立派にするためにはお金も必要だからね。だからほらこれ、このナイトメアの新規団員募集とかに応募しようかなって。あなたもどう？目が泳いでいる。いやー、それにさっきまで手紙を読んでて全然掲示板なんて見てなかった。目ざとい。さすがの動体視力。手紙はすぐに隠したつもりだったのに。実は果たし状をもらったんだ。それもすっごく恨みがこもってそうなやつ。内容わかった、読み上げるね。古本、背景、忌々しいジータ様、いかがお過ごしでしょうか。私はあなたにビジネスを邪魔されてから散々です。財布は落とすし、タンスの角に小指はぶつけるし、風邪はひくし、飼い犬には手を噛まれました。全部あなたのせいとしか思えません。つきましては大変お手数ですが、路地裏までお越しいただき、1対1かっこ重要での決闘をお受けいただけませんでしょうか。マジ激おこなので来てもらえるまで待ってます警具って。差出人の名前はないけど、すごく怒ってるよね。そっか、確かに罠かもしれないって思うよね。でもこの差出人って今まで懲らしめてきた人たちの誰かだと思うんだ。もしそうなら放っておいたらまた悪さをするかもしれない。ちゃんと反省するように伝えなきゃ。え？あなたもついてきてくれるの？心配してくれてるんだ。ありがとう。それじゃあ決闘は1対1だけど、付き添いだけお願いするね。指定されてた場所はここだね。相手の人は来やがったか。いつぞやはずいぶん世話になったな。あなたは覚えてたみたいだな。そう、いつぞや。どちら様でしたっけって覚えてないのかよ。お前に変な力でボコボコにされた野党の親分様だ。変な力って失礼な。あ、思い出した。確か街道でキャラバンとかを襲ってた人たち、まだ反省してなかったんですか？するわけねえだろ、商売の邪魔されて。今度こそぶっ潰してやる。出てこい野郎ども。ぶっちゃけ八つ当たり以外の何者でもないのは百も承知だけだよ。こっちも金をもらってるんでね。気空弾だかなんだか知らねえが無名の弱小ギルドだろ。頭数揃えて袋叩きにすれば楽勝だ。あ、ずるい。果たし状には1対1の決闘って書いてたのに、何人用意してるんですか？のろせ、勝てば官軍ってやつよ。今回は前回の手下どもと違って大枚はたいて引き込んだ腕利きばかり。同じ手で勝てると思うな。もう怒った。卑怯なことして。今度こそ反省するようにまた体術で。おっと、早速ジョブチェンジってやつか。させねえよ。うわっ、投げナイフ？手品の種はわからねえが、要は変身させなきゃいいわけだ。そして万が一変身されたとしても、拳相手なら飛び道具で勝負すりゃいい。お前の攻撃が届かないところから一方的に痛めつけてやるぜ。ジョブチェンジに対策してきてる。でもそれなら剣で戦えばいいよね。一気に距離を詰めるよ。切り裂けボーパルブレード。なんかしたか？思いっきり当てたのに全然効いてない。前回戦った時は剣や拳でボコボコにされたからな。こいつらには特別な製法で作られた強力な鎧を渡してやる。どんな斬撃や打撃でも防ぎきるって評判の一品だ。つまりお前の生クラじゃ傷一つつかねえってことだよ。おら！剣が…どうしよう。獲物がないとどうしようも。勝負あったな。このまま片付けちまえ。悪く思うなよ、お嬢ちゃん。次から決闘するときは相手を選ぶかったな。てめえ、邪魔するんじゃねえよ。先にぶった切られてえのか。ありがとう、助かった。でもどうしよう、この状況。急に手をつかむの？一旦逃げようって。ちょっと何やってんだ。さっさと追いかけて始末しろ。あの人たちまだ追ってくる。どうしよう、このままじゃ。ここの見張り塔に逃げ込めないかな。鍵がかかってる。他に隠れられそうな場所は。やっと追いついたぜ。もう諦めるんだな。しかしまた随分と面白い場所に逃げ込んだもんだな。その塔は今でこそ見張り塔として使われてるが、かつては魔女が住み着いて怪しげなまじないを行っていたらしい。生意気な女に引導をくれてやるには最高の場所じゃねえか。私は魔女じゃ。あ、そっか、今こそ新しい力の出番かも。完璧に使いこなせてるわけじゃないけど、これしか逆転の方法もなさそうだし、強く魔法の力をイメージして集中集中。だからよ、変身はさせねえって言ってんだろうが。ありがとう。危うくおでこにナイフが刺さるところだった。でもこれじゃあ集中できないし、ジョブチェンジして魔法の力が使えない。どうしたら。え、ちょっと一人で前に出たら危ないよ。大した腕もないくせに邪魔するんじゃねえ。そんなに死にてえな。まずはお前から的にしてやる。お願いだから下がって。本当に死んじゃうよ。なんて感動的なセリフだ。それを実現するためには実力不足だってことに目をつぶればだけどな。ほらほら、どんどんナイフを飛ばしていくぞ。しっかり剣で弾かねえとあの世行きだぜ、バーズ。あなたは私を信じて前に出てくれた。時間さえ稼げば絶対に状況を変えられるって、そう信じて。だったら私はその気持ちに応えるよ。何をもたもたやってんだ。あの女の体が輝き始めた。変身するつもりだぞ。このガキ、なかなか粘りやがるじゃねえか。じれって、もう直接切り殺してやる。女の方も今は身動きが取れねえし、まとめてやっちまえ。はー。やったやったよ。ちゃんとまた魔法の力を引き出せてる。なんだあの魔法使いっぽい姿は。事前に聞いてた話と違うじゃねえか。細かいことはいいから、早く何とかしろ。いくらお前たちに払ったと思ってんだ。ちくしょうな、どうせ見かけ倒しだろ。おりゃさせないのはー。あだあだあだだだだ、ご自慢の鎧じゃなかったのかよ。全然炎が防げてねえじゃねえか。防げるのは物理攻撃だけで、魔法が使えるのはこっちも想定外だ。これなら勝てるよ。あなたが私を信じてくれたから。このピンチだって乗り越えられる。最大火力お見舞いするよ。おいおい、なんかすげえ嫌な予感が。思い知れ、魔導の果てに極めし英知よ、エーテルブルスト。ちゃんと反省できましたか？はいはい、反省してます。だからさっきのえぐいやつはもう勘弁してください。これからはまっとうな仕事だけやります。だったらもういいです。今度こそ反省してるみたいだし、これくらいでいいよね。ありがとう。それじゃあもう行っていいですよ。それじゃあこれで。ただし、次に悪いことしてるところを見かけたらエーテルブラストじゃ済まないからね。無理無理、絶対死ぬ。でも今さら改心したところで何の仕事をすればいいのやら。おお、それもそっか。何かいいアイデアは。え、そのチラシどうしたの？そこで拾ったけどこの人たちにちょうどいいって？掲示板にも貼ってあったナイトメアの新規隊員募集のチラシか。なるほど、王宮騎士なら人助けにもなっていいかも。王宮騎士？なれるわけねえだろそんなもん。今までの人生と真逆じゃねえか。やってみなくちゃ分かりません。今まで悪いことしてた分人助けを仕事にしましょう。王宮騎士にジョブチェンジ目指してみましょうよ。どこまでも人よしな連中だ。さすがに毒気を抜かれちまったよ。え、まさか本当に応募するのか？書類選考で落とされるぞ俺たちなんて。落とされたって損するわけじゃねえだろ。何か別の道を考えるにしても結果が出てからにすればいい。そうだよね。そういうことです。皆さんのジョブチェンジ応援してますから。ごめんね、来てくれてありがとう。軽く説明したとは思うんだけど、今回私が引き受けた依頼、あなたにも手伝ってほしくて。ちょっと事情が特殊というか。お、今回の依頼を引き受けてくれたジータさんたちだね。募集をかけても誰も応募してくれなかったから本当に助かったよ。でも見た感じ2人とも剣士の装備よね。今回の依頼では魔法使いを募集してたはずなんだけど。大丈夫です、見ててください。集中して。えいこんな感じでちゃんと魔法使いにもなれます。こんなの初めて見たわ。あなた随分と変わった魔法が扱えるのね。これは期待できそうだな。攻撃のための魔法も扱えるってことでいいんだよね。魔物への攻撃役は主にジータさんにお願いしようと思ってるから。はい、もちろん任せてください。というわけであなたを呼んだんだ。まだ新しいジョブチェンジの力って安定して扱えるかわからないから、いざって時にフォローしてほしくて。ん？どうかしたのかい？いえ、何でも大丈夫です。後出しでこんなこと言われても困っちゃうよね。もし迷惑だったらごめんね。そう言われるとちょっと照れるな。うん、でも頼りにしてる。今回の冒険もよろしくね。よし、ここが目的の洞窟だ。改めておさらいをさせてもらうけれど、この洞窟の奥に眠るという貴重な鉱石の回収が目標だ。道中では魔物の出現も含めて混乱が予想されるわ。協力して必ず採用部にたどり着きましょう。任せてください。この洞窟なら途中まで前に来たことがあるんですけど、よかったら私案内しましょうか。え、そうなのかい？鉱石を取られると困るから洞窟の詳細は伏せていたんだが、驚いたな、先を越されていたなんて。いえ、私も一番奥まで進んだわけじゃなくって、前回は魔物退治のためにここを訪れただけなんです。近くの畑を荒らしてたらしくて討伐依頼が出てたんですよ。じゃあここの魔物と戦ったこともあるのね。本当にうってつけの人が来てくれてよかったわ。それじゃあジータちゃんに戦闘お願いする？そうしよう。どうやら俺たちよりもずっと冒険者として手だれみたいだしな。改めてよろしく頼むよ。はい、頑張ります。それじゃあ私たちが前を歩こっか。この道は右手側の方を進みましょう。左手側の道も奥に続いてるとは思いますけど、地面に魔物の足跡があるのが気になりますから。なるほど、この先が住処になっている可能性があるってことか。腕っぷしだけじゃなくて観察眼もなかなか鋭いね。私たちもこれくらいセンスがあったらもう少し冒険者を続けられてたのかな。え、冒険者やめちゃうんですか？ああ、今回の冒険で最後にしようと思ってる。自分たちなりに努力はしたんだが、どうにも他のギルドの人たちと比べて成果が上がらなくてね。ぶっちゃけ副業でやってた農家の方がよっぽど儲かってるのよ。だから鉱石を売ったお金でちゃんとした農園を作ろうと思って。今回の冒険は新しい目標のための第一歩でもあるのかしら。そうだったんですか。わかりました。新しい目標を追いかけるのってすごく素敵なことだと思います。必ず鉱石を手に入れて立派な農園にしましょう。お、どうしたの？ちょっと力みすぎじゃないかって？いや確かにそうかも。私も飛空団を立派にしていきたいって思ってるし、何か挑戦しようって頑張ってる人たちを見ると応援したいって力が入るんだ。というわけで私が先行します。しっかりお二人の安全を確保しておきますから。それはそうなんだが、慌てなくても大丈夫だからね。慌てて鉱石を取ってきたってお金に換えるのも時間がかかるから。あ、言っちゃったわね。駆け足で張り切ってくれるのはありがたいんだけど、ちょっと心配になってきたかも。ああ、そうした方がいい。幸いここまでの道に魔物はいなかったから彼女を優先してもらって構わないよ。私たち才能はなかったかもしれないけど、それでも死なずに済んでるのは無理をしなかったからだからね。さあ、行ってらっしゃい。右よし、左よし、落ちてきそうなものもなし。うん、この道は大丈夫かな。この調子でどんどん先に。あれ、どうしたの？慌てて追いかけてきて。もう少しゆっくりでも大丈夫だよ。あ、そうだね。ごめん、自分から付き添ってほしいってあなたに頼んだのに、依頼人から褒められたり将来の話を聞いたりしてちょっと舞い上がっちゃってた。少しペースを落として。え、魔物？どこから？でも前に討伐したことある種類だから難しい相手じゃないはず。しっかり剣で攻撃をさばいて反撃すれば。お、剣でさばいてでジョブチェンジしたままだった。杖じゃ受け止められない。避けないと。うわっ、前に戦った時と全然違う。魔物の攻撃が速くなってる。うん、違う、私が遅くなってるんだ。もしかしてこの姿って魔法が得意になる代わりに運動が苦手になっちゃうのかも。全然魔物の攻撃を避けられない。このままじゃ魔法を使う前にやられちゃう。ありがとう。早く立て直さないと。もう一体出てきた。さすがに一人じゃ抑えきれない。私が調子に乗ったせいだ。新しい力がどんなものかまだちゃんと理解できてなかったのに、このままじゃ。うおー！させるか！2人とも大丈夫？私たちも手伝うからなんとかあいつらを撃退しましょう。戦士さん、僧侶さん、ごめんなさい。私謝るのは後だ。それよりジータさん、君の魔法使いとしての力は信じていいんだよな。え？この奥からも魔物の声が聞こえる。おそらく音を聞きつけてこっちに殺到してきてるんだろう。そうなったら剣だけじゃどうしようもない。俺と彼で時間を稼ぐ。その間に体勢を整えて奴らを一掃する魔法を唱えてくれ。わかりました。無理に動かないで。まずは回復するから。負傷したのは肩と足首ね。すごい、どんどん痛みが引いていく。もう立ち上がれるようになっちゃった。負傷者を癒すのが私の仕事だからね。今彼らが敵を引きつけてくれているのと同じように。いい調子だぞ坊や。なるべくジータさんたちから魔物を遠ざけるんだ。あんな感じでね。それで今日のあなたにお願いしてた仕事は何だっけ？魔法使いとして魔物を一掃することです。そういうこと。前衛も限界が近い。私の魔力も分けてあげるから景気よくぶっ放して。急がなきゃいけないけど焦る必要はない。私の周りには役割を果たしてくれている人たちがいる。剣で守り魔法で癒してくれる人たちが。その人たちを信じて私は私の役割を、魔法使いとして期待されてることをやればいいんだ。いける。2人とももう下がって大丈夫だよ。了解。魔物どもも集まってきた。巻き込まれないように走るぞ。思い知れ、魔導の果てに極めし英知よ。エーテルブラスト！ なんて威力だ。何体か撃ち漏らすかと思ったが一発で全滅させるなんて。おかげであとはのんびり探索できそうね。役割を果たしてくれてありがとう、ジータちゃん。はい。今日は2人ともお疲れ様。おかげでちゃんと鉱石が手に入ったよ。なんとお礼を言ったらいいか。お礼を言わなきゃいけないのは私の方です。今日は迷惑をかけちゃってすみません。先行しすぎたことならもう気にしなくていいよ。無事目的は達成できたわけだし。いえ、今回のお仕事で大切なことを思い出しました。冒険は飛空艇の航行と同じ。操舵をする人、機能を管理する人、見張りに立つ人、みんなが自分の役割を果たし支え合うことで初めて空を飛べる。分かってたつもりだったのに、いろいろと浮ついてて初心を忘れちゃってたみたいです。そうやって反省できるならきっと大丈夫。いざって時に支えてくれるパートナーもいるようだしね。そうだね、洞窟でもかっこよく助けてくれたし、本当に今日は一緒にいてくれてありがとう。ところで手元にはどれくらい鉱石を残しておくの？ジータちゃんたちに渡す分を差し引いたらこれくらいの量だけど、全部売ってしまったら指輪が作れなくなるわよね。そんなにたくさんはいらないよ。ただ足りなかったら困るし、余裕は持たせておこうか。あれ、鉱石全部売るんじゃないんですか？ああ、ちょっと恥ずかしいから言わなかったんだけど、実は俺たち結婚する予定なんだ。結婚ってつまり結婚ですか？そうよ。だからこの鉱石は資金集めのためだけに採掘したわけじゃなくて、2人の結婚指輪に加工する目的もあったのよ。指輪を見るたびに最後の冒険を思い出せるようにね。君たちのおかげで最高の思い出になったよ。これで心残りなく農園に集中できる。そうだったんですか。素敵だと思います。お二人のジョブチェンジがうまくいくようにお祈りしますね。ありがとう。といけないわ、報酬を渡さなきゃね。これがあなたたちの分の鉱石よ。全部売ってもらっても構わないが、結婚指輪の石に使うと縁起がいいとも言われてるんだ。だから君たちの将来のために少し取っておいてもいいかもね。私たちの将来って私と彼はそういう関係ってわけじゃ。じゃあもっと一緒に冒険しなきゃ。そうやって私たちの関係も変わっていったのよ。いや、そのあなたもキョトンとしてないで何か言ってよ。ごめんね、私の買い物なのに手伝ってもらっちゃって。飛空団の活動に夢中になってたら、食料とか日用品とかすっかり補充するのを忘れてたよ。買わなきゃいけないのは牛乳と洗剤と、他にも慌ててたもので気づかずぶつかってしまいました。いえ、こちらこそ不注意でした。ごめんなさい。でもおばあさん、そんなに慌ててどうしたんですか？実はうちのおじいさんが昨日から山へ漁に出とるんですが、今朝になっても戻ってこないんですよ。いつもは日をまたいでも明け方には戻ってたのに、もしかしたら事故に遭ったんじゃないかって思いまして、これからナイトメアに相談しに行くところだったんです。そうだったんですか。やっぱりあなたも同じ気持ちだよね。山を捜索するなら人手は多い方がいいだろうし、おばあさん、おじいさんを探すのよければ私たちにも手伝わせてください。普段どの辺りで漁をしてたか分かりますか？もし自分に何かあったらこの地図を見せろって言われてたんですが、印をつけたところ以外では漁をしないと言っておりました。なるほど。つまりこの印のところのどこかにいるんですね。印の場所は大体覚えたので、私たちは装備を整えて先に山に向かいます。おばあさんはナイトメアのところへ。ありがとうございます。どうかお気をつけて。ここがおじいさんが遭難した山だね。かなり雪が積もってるし、やっぱり事故に巻き込まれたのかな。とりあえず寒さ対策が必要だよね。えい。ジョブチェンジ完了。この姿になるのもかなり慣れてきたよ。あとは魔法で炎を起こしてっと。大きな火を起こすと危ないから、これくらいで十分かな。ちょっと人玉みたいになっちゃったけど、この炎は私たちのそばをついてくるようにしてあるから、これで凍えることなくおじいさんを探せると思う。あなたと一緒にいろんな経験を積んだおかげだよ。一人だけだったらきっとここまで成長できなかったと思う。特に前回の冒険はあなたや戦士さんたちのおかげで大事なことを学ぶことができたし、忘れずに実践していかないと。食べられないよ、火の玉だからね。もしかしてお腹空いてる？そういえば美食殿ってギルドにも所属してるんだっけ。名前からして食べ物に関係してるんだろうけど、普段から何でも口に入れようとしてるのかな。それじゃあ改めて地図に印のあった場所を中心に探してみよう。少しでも早く保護してあげないと。かな。他に印がついていた場所は調べ終わったし、ここで見つけられなかったら。誰かおるんか。ここじゃ。助けてくれ。おじいさんの声かな。行ってみよう。はあ、人が来てくれて安心したわい。あんた、わしを探しに来てくれたのか。ナイトメアには見えないが。ナイトメアではないですけど、おじいさんを探しに来たのは間違いないです。おばあさんが心配してますから、一緒に帰りましょう。そうしたいところなんじゃが、実は足を怪我してしまっての、そのせいで身動きが取れんかったのじゃ。幸い遭難に備えて火を起こす道具や簡単なテントは持ってきておったんじゃ。それで助けが来るまでしのいでおったんじゃよ。そうだったんですね。怪我は見た感じ命に関わるようなものじゃないかな。でも顔色があんまり良くない。体力的にも自力で歩いてもらうのは難しそう。大丈夫？おじいさん小柄だし、交代で私も。私には私の役割がある。そっか、そうだよね。魔法で暖を取ったり、魔物が寄ってきたら追い払ったり。うん、分かった。それじゃあ私が先導する形で山を降りよう。おじいさんはあなたに任せるね。すまないね、頼むよ。よいしょっと。今のところいいペースで下山できてるね。もう折り返しくらいまで来てるんじゃないかな。この調子で麓まで降りられれば。いや、まずい。空を見ろ。まだ夕方にもなっておらんのに、空が暗くなり始めておる。吹雪が来るぞ。無理に進むと危ないから、一度岩陰に隠れよう。念のためめちゃんと薪とか持ってきてよかったね。火を移して暖を取れるようにしたからとりあえずは大丈夫かな。すまないね。わしがいなければさっさと下山できてたろうに。私たちはおじいさんを助けに来たんです。私たちだけで下山するなんてできません。だから気にしないでください。おじいさん明らかに限界が近くなってきてる。この吹雪の中で下山は無理だけどずっとここで待ってたら間に合わないかも。お前さん顔に出やすいね。どうやらわしもこの辺が潮時らしい。何言ってるんですか。絶対に連れて帰りますから諦めないでください。ずっと山で過ごしてきたからこそ覚悟していたことがある。ダメな時は何をしてもダメってことさ。だがその覚悟にお前さんたちまで付き合うことはない。次に天気が穏やかになったらわしを置いて下山するんだ。足手まといを背負っていけばまた吹雪に巻き込まれかねん。そんなことできません。必ず方法はあります。だから信じてください。今時のにしては根性がある。だからこそ老いぼれのために命を懸けたりするな。どうしよう。せめてもう少し人手と道具があれば。おばあさんがナイトメアに通報してくれてるから近くまで来ているはず。そっか、彼らと合流できたらなんとかなるかも。問題はどうやって私たちの場所を知らせるかだよね。ひどい吹雪でほんのちょっと先も見えない状況だし。え、何かアイデアがあるの？うん、確かにそれなら。あなたってすごいこと考えるよね。うまくいくかちょっぴり不安だけどそうだね、挑戦する前からこんなこと言っちゃダメだよね。思いっきりやってみよう。強化をお願い。力がみなぎってきた。これならいけるかも。お前さんたち岩陰から出て何をするつもりだ。無理をするんじゃない。体力を消耗してしまうぞ。大丈夫ですおじいさん。どんどん杖に魔力を集中させて。まだ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 、もっともっと強く、限界まで。すごい、ますます強化されていくのを感じる。頑張ってくれてるんだ私たちのために。それぞれが役割を果たせばどんな嵐も越えられる。そうだよね父さん。天まで届けエーテルブラスト。なんじゃこれは。どうなっとるんじゃ。こんなド派手な怒り初めて見るわい。これでもう魔力は空っぽ。視界がぼやける。慌ててこっちに走ってきてるな。どうかうまくいきますように。私、気を失って。そうだ、助けは。安心しなチータお嬢ちゃん。ド派手な花火のおかげで居場所ならすぐに分かったぜ。ナイトメア、それじゃあ私たち。まったく長生きはするもんだわい。あんなどえらい魔法初めて見たわ。吹雪にさえ打ち勝ってわしらの位置を知らせるとはな。じいさん、感動するのはいいんだが動かないでもらえるか。担架に体を固定する。おお、すまんの。お嬢ちゃんたちのおかげで命拾いした。最後までこの老いぼれを見捨てないでくれてありがとう。こっちも礼を言うぜ。位置を教えてくれなければ救助が間に合ってなかったかもしれねえからな。こちらこそ助けていただいてありがとうございました。お役に立ててよかったです。それじゃあ私たちも帰ろっか。きっとおばあさん心配しながら待ってるもん。おじいさん、本当に無事でよかった。心配かけてすまんかったの、おばあさん。いろんな人にご迷惑をおかけしたが、なんとか帰ってこれたわい。おばあさん、本当に嬉しそうだね。あなたがあの時ナイトメアに魔法で位置を知らせようって言ってくれなかったらこうはならなかったかも。今回も助けられちゃった。ついてきてくれて本当にありがとう。相変わらずやるじゃねえか。まあいろいろと思い出して複雑な気分だったのも事実だが。複雑な気分？そういえば私の名前を知ってましたよね。もしかしてどこかでお会いしたことが？前に決闘を申し込んだ野党の親分だよ。約束通りジョブチェンジして今はナイトメアで働いてる。え？あの時の？確かに聞き覚えのある声だと思ったけど、その随分痩せました？団長のしごきはなかなかだったからな。おかげさまでかなり健康的な体つきになったぜ。そんなに厳しいんだ、ナイトメア。もちろん他の連中もちゃんと応急騎士になれたぜ。まっとうな仕事に就けたのも嬢ちゃんが勧めてくれたからだ。これからもそのままの嬢ちゃんでいてくれや。はい。あなたのおかげで新しいジョブチェンジの力もかなり使いこなせるようになったと思う。得意なことと苦手なことはっきり分かったよ。それ以外にも大切なことを学べたし、これでまた父さんに近づけたかな。ありがとう。もっともっといろんな冒険をしてたくさんのことを学んで早く父さんみたいな気空師にならなくちゃ。あの空を越えてあなたもこれからも一緒に。ん？ねえ、なんだか体が光って。ふう、やっとお昼休みだ。もうお腹ペコペコ。よかったらあなたも一緒に食べない？オッケー。それじゃあ他の友達も呼んでくるね。ねえねえ、お昼どうする？一緒に行く？あ、チータちゃん。今日はいいかな。ごめんね。ううん、大丈夫。でも何か悩み事でもあるの？いつもより元気がないように見えるけど。実は転校？しかも海外の学校に？うん、の仕事の都合なんだけど、私この学校のこと好きだったからすごくショックで、友達だってたくさんいるのに。そうだよね、いつもみんなで楽しそうにしてたし、離れ離れになるのはなんかごめんね、お昼ご飯の前に暗くなるような話をしちゃって。残り時間は短いかもしれないけど、最後までよろしく。うん、一人で行っちゃった。やっぱり転校前に他の子と仲良くするのは辛いのかな。もうすぐお別れなのに思い出だけが増えていって、でもこのままなんとなくお別れしちゃうのは嫌だよ。あの子さ、私が転校してきたばかりの頃、すごく親切にしてくれたんだ。だからクラスにもすぐに馴染めたし、今でもすごく感謝してる。何かお返しをしてあげたいんだけど、これって私のわがままにならないかな。離れ離れになるからこそ、最後に最高の思い出を作ってあげるべき？やっぱりそうだよね。このままなんとなくお別れしたんじゃきっと後悔が残りそうだし、私他の子にも声をかけてくる。転校しちゃうまでにこの学校で出会えてよかったって、そう思ってもらえるようなお返しをしちゃおう。ごめん、ちょっといい？あれ、チータちゃんどうしたの？お昼休みの時の話気になっちゃって。もしよかったら放課後どこか遊びに行かない？今までみたいに。ありがとう。ただその、今から思い出が増えるとその分離れるのが辛くなっちゃう。うん、お昼の時はごめん。ジータちゃんはいつも通り声かけてくれたのに、私が勝手にへこんでさ、嫌な気持ちにさせちゃったよね。そんなことない。むしろそんなに悲しんでくれるくらい友達だと思ってくれてるなら、絶対に最高の思い出と一緒に送り出してあげようって、みんな火がついちゃった。え？みんな？今までずっと仲良くしてたのに、こっそりフェードアウトしようとするなんてなしでしょ。そうそう、変な空気のまま次の学校行ったって絶対後悔するって。付き合いだって長かったんだからさ、それなりに盛り上げてから送り出してあげないとね。これってもしかしてみんなに声をかけてきたんだ。私が転校してきた時に、あなたがクラスのみんなを集めて遊びに連れて行ってくれた時みたいにね。そんなこともあったね。うん、それじゃあ遊びに行こっか。というわけで、まずは記念写真を撮ろう。思い出した、ジータちゃんと初めて遊びに行った時もここで写真を撮ったんだっけ。そうそう、シールにできる写真ね。転校先でも気軽に見返せる場所に貼れるだろうし。みんないい？撮るよ。3、2、1、はい、こんな感じで撮れたよ。これでいいかな？もう一回撮り直す？ちょっと表情が硬いかな。笑顔が足りないからこちょこちょあ、笑ってる。ここだ。3、2、1、はい、こんな感じで撮れたよ。これでいいかな？あと1回だけ撮り直せるよ。まだちょっと元気が足りない気がする。前に来た時はもっと楽しそうだったもん。褒めてもらえるのは嬉しいけど、今そそんな表情を作るのは無理だよ。おー、どうしよう。お？どうしたの？何か思いついたの？なるほど、それっていいアイデアかも。それじゃあもう一回。3、2、1。よし、今だ。ふん、こっち向いて。ちょっと、その変顔は反則だって。そんな爆笑するなんてどんな顔だったの？完全に振り向いちゃってるせいで写真に写ってないよ。秘密。これは言えないよ。ジータちゃん、あんな顔できたんだ。めっちゃ気になるんですけどまあとにかく目的だった笑顔はちゃんと撮れてよかったじゃん。今日はこんな感じでどんどん笑顔で盛り上がらなきゃ。それじゃあ次に行こう。今度はアニメショップか。ここはどういう理由で選んだの？ここも連れてきてもらったことがあって、日本のアニメや漫画が好きになるきっかけになったんだよね。海外に行くならお土産としては鉄板かなって。確かにそれはいいアイデアかも。でもどんなものを買っていけばいいのかな。ジータちゃんだったら何をもらったら嬉しい？私なら何をもらっても嬉しいけど、それだと答えになってないか。やっぱり有名どころとか。え？あれが良さそうってコスプレ衣装のこと？お土産にするのは難しいんじゃないかな。え？お土産にするわけじゃない？なるほど、それなら確かに。今日のあなたすごく冴えてる。ちょっと着替えてくるね。あれ、ジータちゃんは？ちょっと用事があるから待っててほしい？別に大丈夫だけど。お待たせ。おお、それって最近やってたアニメキャラの衣装？主人公の魔法少女の格好で合ってるっけ？ちょっと待って、まさかと思うけど、その衣装をお土産にするつもり？違う違う。あのね、このアニメって海外でもすごく人気らしいから、この衣装を着てホームパーティーとか開いたらどうかな。きっと話題になってすぐに友達ができると思うよ。思いついたのは私じゃなくて彼なんだけど、一応学校には着ていかないでね。言われなくても着ていかないよ。そもそも転校するのはハロウィンシーズンじゃないし、いきなりコスプレなんて変な子だと思われないかな。やってみたらいいんじゃない？最初だからこそインパクト重視でしょ。絶対ウケるって。にしてもジータちゃんかわいいな。コスプレしてここまで絵になるのすごいよね。私のことはいいから。これはあくまでこの子のためのものだし。それはちょっと無責任だな。勧めたのはジータちゃんなんだから、当然その格好をいつかみんなにお披露目してくれるんだよね。その言い方はずるいよ。なるほど、単にコスプレを提案したかっただけじゃなくて、あの子にもっと笑ってほしいからジータはこんなことしてるのか。普段自分からコスプレなんてしない子だし、全部あいつの提案なのかは知らないけど、いい友達に恵まれたね、私たち。結局たくさん買い込んじゃったね。でもこれだけあれば転校先のみんなにプレゼントできそう。みんなで手分けして持たないといけないくらいどっさり買い込んじゃったよね。まあまあ運ぶのしんどかったよ。だから喫茶店で休憩してるんじゃない。なんなら心休まる JK トークもつけてあげようか。はい、なんかそれっぽい話題どうぞ。言い出しっぺはそっちなのに話題は私なんだ。うん、それじゃあジータちゃんと彼って今どこまで進んでるの？え？どこまでって何が？何のことだかさっぱりだな。ねえ、変な話しないでよ、もう。それにほら、今日の主役は私じゃないから。興味深いといえば興味深いんだけど、なんで疲れてるところにのろけ話まで聞かされてるんだろう。いやー、実はずーっと気になってて、さすがにもう手くらいつないでると思うけど、それ以上のことってない、ありません。あったとしてもこんなところで言えるわけないよ。あなたもキョトンとしてないで何か言ってよ。学校で変な噂が立っちゃうよ。いいの？変な噂ってどんな噂を想像したの？気になるな。さっきまでしょげてたのに、私をからかう時だけ元気になって。おしゃべりしてたらすっかり夜になっちゃった。みんなこんな時間まで付き合ってくれてありがとう。そろそろ解散しなきゃね、明日も学校あるし。うん。ああ、もうなんで空気読めないんだか。そんなこと言ったら寂しくなるじゃない。大丈夫。ジータちゃん、初めて私が転校してきた時、通学路がわからなくて迷子になっちゃってさ。そんな時あなたに助けてもらった、覚えてる？私ってこの国の人じゃないから、声をかける方も勇気が必要だったと思う。だけどそんな勇気を持った人ってどんな国にもいると思うんだ。転校先で困ったことがあってもきっとそんな人たちと出会える。助けてもらって、助けてあげて、また絆を結んでいける。うん、いいこと言うじゃん。それにこれで一生のお別れってわけじゃないしさ。一生のお別れかもしれないよ。日本に戻ってこられるかわからないし、やっぱり寂しいよ。寂しい時はほら空を見て。私もね、自分の国の友達が恋しくなったらそうしてるんだ。空はどこまでもつながってる。みんな同じように空を見上げながら頑張ってるって思ったら、寂しい気持ちも吹っ切れるよ。そうだね。ありがとう、ジータちゃん。ジータちゃんたちと出会えて、友達になれて本当によかった。みんな帰っちゃったね。ちゃんと楽しい思い出になったかな。あなたのおかげだね。今日はいろいろアドバイスしてくれてありがとう。私だけだったらあそこまで元気づけられなかったかも。冷静に思い返したら、さっき言ったセリフだんだん恥ずかしくなってきた。ちょっとかっこつけすぎだったかな。からかわないでよ。え、本気で言ってる？それはそれで恥ずかしいんですけど。でもね、私も同じ気持ちだよ。あなたやみんなと出会えて素敵な思い出がたくさんできた。だからちょっとだけ夜空を眺めてから帰らない？あなたとの思い出ももっと増やしていきたいもん。はい、お疲れ様。なかなかまっすぐに青春してるじゃない。学生の特権よね。ジータもあんたも周りを巻き込みながら転校していく子をしっかり励ましてあげてたわね。きっと素敵な思い出を支えに出発できたと思うわ。それにしても空はつながっているか。現実世界はそうなんでしょうけど、ここはどうだと思う？あんたたちの空と私の空はつながってると思う？またいつか答えを聞かせてちょうだい。それじゃまた別の夢で会いましょう。あれ、私気を失ってたのかな。急にあなたが輝き出したところまでは覚えてるんだけど、何の話をしてたんだっけ。そっか、今までの冒険を振り返ってたんだよね。今回の冒険では魔法の力も身についたし、それぞれがそれぞれの役割を果たす大切さも学べたし、すごく成長できた冒険だと思ってる。だけどそれもあなたがそばで支えてくれたから。私たちってきっと相性がとってもいいんだね。今の言い方はちょっと良くなかったかも。冒険者として息がぴったりだねってことだよ。変な意味じゃないからね。だからこれからも立派な貴空士目指して2人で頑張ろうってこと。きっと新しい冒険がたくさん待ってると思うから。今まで剣や拳ばかり使ってきたから、魔力の繊細な扱いは少し苦手かも。いつでも特訓に付き合うって。ありがとう。気空艇を手に入れるまでまだ時間はかかりそうだけど、焦ってないよ。あなたと一歩ずつ歩んでいるこの道は絶対に青い空へ続いているって信じているから。改めてお礼を言わせてほしいんだ。ありがとう、私の気空団に入ってくれて。なんだか照れるけど本当にそう思ってるんだ。まだたった2人の小さな気空団だけど、気空艇だってまだ持ってないけど、それでも世界一の気空団になれるって私信じてる。あなたとならきっと空の果てにだってたどり着けるはず。これからも一緒に胸が躍るような冒険をしようね。剣には剣の、魔法には魔法の、そして私には私の、あなたにはあなたの良さがある。これからも協力していこうね。気空団の仲間だもん。魔法の扱い方少しずつだけど慣れてきたかも。それもあなたのおかげ。期待してくれていいよ。もっともっと成長して冒険の役に立ってみせるから。前にビカラちゃんから買ったネズミ耳あるでしょ。そのょっと照れちゃうけど、誰も見てないし、今だけお揃いでつけてみない？もしもどんな願いだって叶う魔法が使えたとしても、きっと父さんに会いたいとは願わないと思う。父さんに会うための冒険そのものも私には大事だから。まだ空に出ていないのに冒険がこんなに楽しいなら、空の旅はきっと想像もできないくらいのワクワクとキラキラで満ち溢れてると思うんだ。飛空艇であなたと一緒に空を大冒険して、そしていつか父さんに会えたらこう言うよ。私は最高の仲間に恵まれた世界一幸せな団長だってお見舞いするよ。これが私の魔法、打ち払えテーテレブラスト。私の魔法役に立てたかな？私たちなら大丈夫。お見舞いするよゲンジオ。はあ？お見舞いするよこのゲンジオ。お見舞いするよ。はあ？ゲンジオ。このお見舞いするよ。それゲンジオ。ゲンジオ。魔法の研究は一旦休憩。頭を休めなくちゃ。摂理の彼方へ至るには、この魔導書勉強になるな。仲間がいるから気空士は限界だって超えられるんだね。いろいろ考え事したらお腹が空いちゃった。いただきまーす。魔法の修行しなくちゃ。もっともっと頼れる団長になりたいから。次の冒険に向けて気空士弁当を作ろっと。まずはおにぎりから。リカラちゃんを遊びに誘いたいけど、どういう場所が好きなんだろう。これまでも思い出はいっぱいできたけど、これからもたくさん思い出を作りたいな。魔法みたいに可愛い気空団に入るなんてね。ここにいる人の中で気空団に興味ある人いたりしないかな。仕事を真面目にしっかりこなすことが気空艇への一番の近道だよね。体だけじゃなくて心までポカポカする。なんだか魔法みたい。仲間がいるから気空士は限界だって超えられるんだね。